低層観念というのがね、はいはい、年々低下してるらしいわ、はい、で例えば女の子別にそんな私も低層観念いうかね、はい、別に処女捨ててもええわと結婚までに、はい、そういうパーセンテージが落ちとるらしいね。あ、まあ、僕らの高校生の時で大体、まあ、僕が思うには3割やぐらいでしょうね。あ、3分の1ぐらいやな。師匠の時は大体やっぱり5割ぐらいはあった。俺らの時ね、正直な話ね、1割ぐらいやもんわ。そういうこと書いたらね、1割が下手したら1割切ってると思うのよ。なんでか言ったらね、個室喫茶が全盛時代あってんよ、はい、で個室喫茶やってキスして胸触ったんやの、これワンツーで出てんよ、はい、やったやったやった、昨日なお前喫茶店でな、あの同伴喫茶でキスして胸触ったんや、でスリー言ったら最後やねん、はい、最後したらお前最後したんかお前、お前結婚せなあかんぞ言って真面目やで、はい、俺ほんまにするわって高校時代に結婚したやついっぱいおったんや。だからこれはあの結婚相手はね、はい、バージンの方がええかというふうなね、はい、まあ、なんでまだ女の子側から見たら童貞にこだわっとんのかというのをね、はい、まだこの番組データ調査員の浦ひろみに調査してもらいます。はい、はい、今回は結婚相手はバージン童貞にこだわるかを調査してみました。男性のアクセス件数が89件、女性のアクセス件数が17件です。10代の方がこだわる方が4名、こだわらない方が17名、20代になりますとこだわる方が8名、こだわらない方が27名です。反対に30代になりますとこだわる方が多くなりまして11人になります。でこだわらない方が7名になりました。ということは30代、いや、さっきもうおらんやろと花から思ってんもんな。ちなみに浦ひろみさんはバージンですか？それに関しては企業秘密ということで。分けろ分けろ言うな。最初は正直だろうか、この最初通してたどたどしい喋りやがって何度ほんまにこうやってダメ出したろ思っとったよ俺らやってる流れとキュンと感じる流れが。女性のアクセス件数は17件です、はい、こだわる方が10代では回答なしですね。こだわらない方が8人、20代になりますとこだわる方が2名、こだわらない方が4名になります。反対に30代になりますとやっぱりこだわる方が多くなります。浦君ちなみに年いくつ？私は24です。24、はい、24だ、顔してるわ、強情な、ほんまにだから就職活動みたいな服着てはい嫌いだね。いや、じゃあ足が綺麗みたいな、足綺麗じゃないですか。ちょっとあの浦君よかったらちょっと、はい、僕の秘書やから、はい、ちょっと立って見せてくれるような、そっちで、はい、おれ浦君、はい、一度よかったら本当にビジネスセックスもしろいビジネスセックスね。まあその件は後ほどということで。何のこと後ほどということで、ね、今早としてバウアウするだ本当にバウアウバウアウ、ね、まあ、ちょっとことみちゃん、はい、ことみちゃんはもちろんそれこそね、結婚する相手はあんまり女遊びしてない男の方がいい、例えばその童貞とかの断れへんと思うけども、うーん、逆に遊んでた方がいいですね。遊んでる男の方がいい、経験豊富の、はい、ひょっとした女結婚してから他の女と遊ぶか分からんで、だって結婚してもう十分遊んだからって、いや、それ考え甘いわ、素人や俺になそれからまた遊ぶんや俺が遊んだもん、いい元気、君らまだ結婚してないね。結婚してないですよ、独身ね、はい、30くつや、俺に言われたらもう君ら結婚できへんわ、坂田の後やまあせやとね、今まあ、ロストバージンやとかなんかいろいろなるとね、はい、このエピソードちょっとまたこれね、ロストバージンについて、はい、足切れやろ、はい、少々お待ちください。はい、高校3年生の時に38歳の人妻に筆下ろしをしてもらいました。パイ釣りで1回行って、フェラで2回行って、3回目で仲出ししました。その日は結局7回行きました。アホやろそれ何真面目な顔してると、その日は結局7回行きましたけど、そのバテでまわんで中出してな、相撲の技やないか、何でんのかほんまにものすごいトーンでございます、はい、ちなみに浦君はパイ釣りはやったことありますか？そちらは私は経験はございません。あ、そうですか、やってみたいっていう。フェラッチョはなんかどうですか？フェラッチョっていうホテルあるんですか？フェラッチョ、理解しかねます。はい、理解しかねます。今まであれですか、童貞の人の筆下ろしとかしたことは？筆下ろし、書き初めなら、はい、わけのわからんことやつか、正体分かったからな、ほんまに、はい、よろしくお願いします、まあ、筆下ろしにね、それこそ琴美ちゃんも、はい、筆下ろしの男いうのと当たったことある？ないですね。僕初めてね、今日言って。嫌です。ほな、初めての男は一回もないね。ないですね。初めての男で嫌？いや、なんでなだってリードしてくれなそうだし、どこに入れればいいのとか分かんなそう。当たり前、初めての時からリードしてええなこっちそんな余裕あれ、下手したら途中でおもらいしそうだからなねえ、ね、じゃあポリマー、ちょっと聞挙手で、はいはい、今まで、筆下ろしをしたことがあるという方です。お、
お、あら来た。あるわな、そしたらこれ、エリナちゃんとリナちゃん。私ね、アパレルで働いてる時に隣の宝石屋さんの息子と仲良かったんですね。その子が、私が二十歳の時に15歳で、そう、本人に頼まれたわけ。うん、本人に。いや、お願いかってすんな。お願いされたって断ること断るんちゃうの。でもすごい可愛かったし、タイプやったんですよ。OK した。だから、OK した。で、すぐに行きよった。何回行きよった。3回ぐらい行ってます。最初から激しいな。エリナちゃん、私は初めての相手が向こうの初めてだったんですよ。もう初めて初めてね。で、2人とも何もわからないまま。え、いつの時です。はぁ、の時。はい。で、結局は行為はやったわけやな。やりました。今でもやってます。そのこと、はい、今彼氏おるよってね。その、いや、いっぱい。何におるや、君。彼氏、彼氏はいません。いや、付き合うてる男や。ほんなセックスフレンド、セックスフレンドは何人か分かりません。分からんぐらい。分からんぐらい、はい、10人おる。もっとおる。10人は普通にいます。10人以上。20。君の特集したよ、これ。特集。特集。ちゃんは、はい、あの、1人、2人、3人で複数付き合える方。1人無理ですね。1本、はい。身も心もやっぱり一緒でないと嫌なわけ。はい。真面目だよ。真面目やね。はい。一途やね、これ。今募集中。はい、募集中ですね。どんなことか。とりあえず募集してるの、テレビに通して言おうな。年齢から。年上の人で、うん、マッチョな人。マッチョ。募集中です。うん、ありがとうございます。マッチョ、税理くだけダボダボやねん、お前。マッチョに先にするわよ。マッチョやねん、お前ら。マッチョマッチョ見た顔しやねん。誰がマッチョマッチョ。筋入ってへん。